こんにちは赤ちゃん。こないだ子供が生まれてドイツの友達に報告した時のこと。数週間経ってドイツからビデオテープが送られてきた。再生したら〇〇と奥さんおめでとう、そして未来の侍である〇〇くんはじめましてというメッセージの後、ドイツの友人たちの合唱、こんにちは赤ちゃん、全員がムキムキ 100% の男たち。どこでそんな曲を知った？日本に出張できて満喫して帰ったアフリカ人。自分は広島出身の現アメリカ住まいなんだが、ある時広島に帰省した。その帰省から帰って土産話を知り合いのアフリカ人にしていた。日本に帰って広島に行ってきたよ。え、広島って原爆の？そうだよ。え、広島って今人住んでるの？どうやら広島はチェルノブイリと似たような廃墟になっていると思っていたらしい。そんな彼がそのしばらく後に日本に出張し、フグを食べ、寺で座禅を組み、肩を叩かれ、温泉にも入ったそうだ。日本面白かった。下関で名物だからってフグを食べたけど、唇がしびれた気がしたよ。猛毒なんだろあれ。日本人おっかねえ。あと別府温泉で混浴を探したけどなかった。それだけが心残りだ。だそうだ。